ん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回のテーマは、デコヒーラ付きコヒーラでモールス通信の続き、後編受信機編です。前回の前編予備実験送信機編の続きとなります。前編をまだ見ていない方は、今この画面右上に出ているリンクか、概要欄にある関連動画のリンクをクリックしてください。さて、前回の送信機と同様、20世紀初頭に存在した技術だけを使って、受信機を作ります。この図はウィキペディアに載っていた当時の無線電信装置の回路図です。右側が受信機です。回路図はかなり簡略化されていると思われますが、基本的には、コヒーラと、それを叩くでコヒーラ、電波受信の有無を記録する印字機からなっています。電波を受信すると、コヒーラに電流が流れるようになり、それによってでコヒーラの電磁石がコヒーラを叩いて、すぐに絶縁状態に戻します。電波が来続けている間は、この動作を繰り返すので、印字機のペンが紙テープに線括弧細かい点線を書き続け、線の長短で、モールス符号の長短が読み取れるという仕組みと思われます。今回は、印字機ではなくブザーを鳴らして耳でモールス信号を聞き取ることにします。コヒーラは、前回の予備実験と同様、豆腐容器とアルミホイルで作ります。このあたりは、当時のコヒーラ缶と形や材料が違いますが原理は同じです。容器の底に振動モーターによるでコヒーラをつけます。振動モーターはアマゾンで調達しました。ここでは 6V で使うので、電源電圧の規格を超えていますが、実験だけなら大丈夫です。適度に揺れるよう、スポンジのクッションをつけました。これが、今回作成したコヒーラ研波機の回路図です。電波を受信して、コヒーラが電流を流すと、リレーが働いて、振動モーターがすぐに容器を揺らすので、0. 何秒かでコヒーラは一旦元の絶縁状態に戻り、そこでまだ電波が来ているなら、またコヒーラが電流を流しを電波が途切れるまで繰り返します。コヒーラが導通状態の時ブザーを鳴らせば、ブザー音は 0. 何ヘルツかの断続音ですが、ブザーの鳴り続く長短でモールス信号が聞き取れます。こんな具合です。ブザーも電子ブザーではなく、電磁石のブザーにしたいので探しましたが、現在では、電磁ブザーという商品名で売っているものは、電磁石でスイッチを振動させるのではなく、電子回路でスピーカーを鳴らすものがほとんどです。バイクの方は今でも電磁石式ですが、この実験には不向きです。そこで、リレーとスピーカーでブザーを自作しました。前回作った火花放電式送信機と少し似ています。コヒーラ研波機のリレーのスイッチがオンになると、リレーがブザーとなって振動し、トランスに流れる電流をオンオフします。これによりスピーカーからブザー音が出ます。かなり乱暴な回路です。トランスの ST32 はトランジスタラジオなどでスピーカー出力の定番部品です。コンデンサーは、電源が一瞬入っただけでも、ブザーが少しの間鳴り続けるようにするためです。こんな具合です。コンデンサーありの時。コンデンサーなしだと。さて、全体を組み上げました。前回作った火花放電式送信機で動作させています。
どこまで届くか試してみました。1.5 メートルだとちょっと怪しいです。50センチメートルは楽勝。打速ですが、ライターだと飛距離はどうでしょう。多少ミスはありますが、カメラを越えて2メートルまで届きました。以上、デコヒーラ付きコヒーラでモールス通信の実験でした。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。